はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ラストウィンドウ真夜中の約束やっていきましょう。さて今回はどういう感じになるのかなと思ったら、もうイベントが発生してすごいありがたい。誰だ、ヴィランじゃないことだけは祈る。まあこれでマリーの引っ越しも決まっちゃったわけですが、次はお前か君に聞きたいことがある。なんだ、ヴィランからさっき聞いた。君が206号室のマリーとレックス・フォスターと3人で屋上で話をしていたと。ああ、それがどうかしたか。君に言っておいたはずだ。アイド君、私にはここで突き止めるべきことがある。それを君に邪魔されたくはないと。だから君に写真を見せて彼らには近づくなと話しておいたはずだ。確かにあんたにそんな忠告はされたが、あんたの忠告を受け入れると答えた覚えはない。なんだと。アイド君、興味本位で私の調査の邪魔はしないでくれ。別に俺はあんたの邪魔をしたいわけでも、興味本位でマリーやレックスと話をしたわけでもない。じゃあ何が目的だ。俺もあんたと同じで、このアパートが立ち退く前に突き止めるべきことがあるんだ。なんだと。あの二人にはどうしても聞きたいことがあった。だから話をした。それだけだ。あの二人から聞きたいことだと。君はあの二人から何の目的で何を聞き出したんだ。レイバーさん、それもこれも全部ディランがおしゃべりなせいよ俺があの二人から何を聞いたのか、そんなに気になるか。もちろんだ。レイバーさん、聞きたいのは俺の方だ。あんたもディランも俺があの二人と話したことがやたらと気になるらしい。それはなぜだ。それはレイバーさん、悪いがあんたのこと調べさせてもらった。え、もちろんあんたのことだけじゃなくて、13年前にここで起きたキャシー・マクベイン殺人事件のこと、コンドルについても。そうか、それで何が分かった。あんたが知っていることほぼ全部だ何を言ってる。君に私と同じ情報が入手できるはずなどない。出任せを言うんじゃない。いくら元刑事とはいえ、君は所詮マンハッタンからこの町に流れてきた男だ。この町で起きた過去の事件やロス死刑で退職まで勤め上げた私について詳しく調べることなんてできるはずがない。あんたがそう思うのは勝手だが、俺があんたのことや過去の事件について知っているのは事実だ。じゃあ言ってみろ、私の何を知っている。コンドルの背後にはナイルがいた。死刑の内部調査で告発されたことがある。あんたは40代の頃、ロス死刑の内部調査で告発されたことがある。え、あんたは若い頃は捜査熱心なエリート刑事だったが、検挙率を上げるためには手段を選ばないその捜査方法が問題になったんだ。そしてあんたは捜査第一線から外された。ざまそこまで調べていたのか。一体どんなルートでその情報を入手したんだ。あんたに話せるようなルートじゃないことは確かだ。野暮なことは聞くなよ。そうか、うん。じゃあ君はコンドルとあの組織との関係も知っているのか。コンドルの背後にはナイルがいた。そのことを記事にしようとした雑誌記者は事故に見せかけられて殺された。それも知っているのか手札がどんどんなくなっていく。アイド君、どうしてそこまで調べた。言っただろう、俺もあんたと同じでこのアパートから立ち退く前に突き止めるべきことがあると。レイバーさん、あんたが13年前の事件を調べているように、実は俺も昔ここで起きた事件について調べているんだ。何を調べているんだ。25年前の事件だ。え、なんだその顔。何を驚いているんだ。何か知っているのか。当たり前だ。アイド君、聞かせてくれ。君は一体25年前の何を調べようとしているんだ。俺は探しているんだ、ホテルケープウエストで25年前に消えたレッドスターを。
レッドスターだと。アイド君、どうして君はレッドスターのことを知っているんだ。知ってんのかよ、このおっさんも。レイバーさん、あんたレッドスターのことを知っているのか。もちろんだ。25年前ホテルケープウエストの金庫の中には間違いなくレッドスターが保管されていた。どうしてそのレッドスターが消えたのか、それを知っていたのはホテルの支配人のマイケル・マクベインだけだ。マイケル・マクベインだと。アイド君、どうして君はレッドスターのことを知っているんだ。マイケル・マクベインの息子からその話を聞いた。マイケル・マクベインの息子だと。あ、じゃあウィルのことは知らないんだ。その息子は死んだ親父のマイケルからレッドスターのことを聞いていた。俺はその息子からレッドスターを探してくれと頼まれた。マイケル・マクベインは死んでいるのか。ああ、3年前に病死している。死の間際に息子に妻キャシーを殺した犯人の目星まで話して。そうか。アイド君、君とはもっと腹を割って話をする必要がありそうだな。かもな。目的は一緒なのかな。アイド君、私は一旦引き上げる。後でもう一度ゆっくり話をしよう。そうだな。どこで話す？ラッキーズカフェで5時にどうだ。わかった。じゃあ私はこれで4時にパトリス夫人の家に行って5時にラッキーズカフェね。覚えた？覚えた？あー出られない。そんなこんなでも4時になるんだろうな、この電話で終わったら。ここで押せたんだった。電話の向こうから不安そうな声がしてきた。誰だ？ハイトさん。マリー、珍しい。ハイトさん、怖いの？どうした？さっきから私の部屋の前に誰かいるわ。誰かいる？誰かが私を見張ってるわ。怖い、ハイトさん。わかった、あんたは絶対に部屋から出るの。俺が今見に行くから。誰だよ、どうせディランとかだろ。やめろよ、ほんとあいつ。一体誰なんだ。まあディランだと思いますよ、私の勘だとね。ですよね。もうほんと疫病神、ほんと疫病神。ディランだ。もう嫌な感じ満載に出してくる。おい、アイドさん、ここで何をしている。いえ、別に。またメンテナンスか。そうです。嘘をつくな。え、あんたさっきから何をしてるんだ。何を。俺が屋上で誰と会っていたかを気にして話を聞きに来たり、そのことをレイバーのじいさんにわざわざ話したり、そして今度はマリーの部屋の前で見張りか。何を言ってるんですか。違いますよ。うわー、もう本当にそろそろ私もなんかムカついてきた。だんだんあいつに対して、あいつ怪しいな。感情が声に出始めてるもん。音量が上がる。じゃあマリーちゃん訪ねてみるか。誰？マリー、俺だ。ハイドさん、ちょっと話がある。ドアを開けてくれ。わかったわ。マジあいつ。あんたの部屋の前にいたのはディランだった。ディランだったの？そうだ、やつだった。どうしてディランが私を見張ってたの？ディランは俺たちとレックスが屋上で話していたことも知っていて、俺に屋上で何を話したのか聞いてきた。どうしてそんなことを。マリー、ディランはあんたがここに引っ越してくる前からあんたのことを知っていた。え、おじゃる。あんたの前の家を水道工事で訪問したことがあったと話していた。そんな記憶はないわ。水道工事はいつも決まったお店に頼んでいたから。ディランが来たことなんて絶対にないわ。そうか、ディランのやつやっぱり怪しいな。なんか窃盗系をやってるんじゃないの、あいつも。マリー、頼みがある。あんたが受け取っていた例の手紙見せてくれないか。
いいわ、これよ。すぐ出てくるんかーい。あ、これか。マリーにこの手紙を出したのはレックスではない。とするとハイドさん、もしかしてその手紙の差出人はかも。この手紙少し預かってもいいか。ハイドさん、それをどうするつもり。心配するな、あんたに迷惑はかけない。マリー、また後で来る。俺がいいと言うまで誰も部屋に入れるな。分かったわ。まさかディラン？分かりやすすぎだろ、あいつ。明らかに怪しい雰囲気出しすぎだもんな。じゃあこれ3階に行けばいいのかな。304だったっけ。いた。すみません、今ちょっと忙しくて。待てディラン、あんたに見てもらいたいものがあるんだ。何ですか？部屋の中に入れてくれ。ここで出すわけにはいかない。え？ここでそれを見せたらあんたが困ることになる。わかりました、どうぞ。本当にこいつなのかな。とんだ野郎を仲間にしたもんだな。なんか散らかってる？荷物を詰めていたのか。引っ越しを始める。引っ越しの準備か。え、荷物を詰めていたのか。それとも相当慌てているようだ。もしかしてこれからどこかに出かける予定か。そうなんです。そうか、ハイドさん、出かける予定があるから時間がないんです。僕に見せたいものって何ですか。これだ。じゃあさっきマリーから預かった脅迫の手紙を見せましょうか。これに見覚えがあるだろう。あ、マリーに届いていた脅迫の手紙だ。それはディラン、あんたの正体がようやくわかったよ。え、何を言ってるんですか。吐けよディラン、あんたの正体を。やめてくださいよ。マリーの部屋の前で何をしていたんだ。え、ディラン、あんたはアパートのメンテナンスをしていた。あんたはマリーを見張っていた。見張りにしてはさすがにバレバレすぎだろ。それは僕は指示をされていただけで。みんな指示されてんだな。ここに来る前からマリーのことを知っていたと。そうですよ、水道工事でマリーの家の前に行ったことがあって、マリーの前の家に行ったことがあって。それは嘘だ。あんたはマリーの家には行ってない。マリーはあんたを覚えていない。あ、違う。あー、そうじゃない、間違えた。ここで突っ込んで、マリーの家には行っていない。え、マリーは言っていた。水道工事はいつも同じ店に頼んでいたと。あんたはマリーの家に行ったこともないのに、どうしてマリーのことを知っていた。それはそういう情報をもらっていたからです。誰に。やっぱコンドルとかそういうのとつながってんのか。こいつもつながってる人このマンションに多すぎやろ。マリーに言うことを聞かせるための情報か。そうだ。でもそれがどんな情報か分かっているのか。分かってるよ。それはマリーが亭主と仲が悪かった、コンドルの一員だった。これか。そうだ。急に話し方変わったな、こいつ。マリーはコンドルの一員だった人間の家族だ。兄と旦那が死んだ後もすぐにはそれに気がついていなかったが、コンドルは13年前に消滅したけれど、コンドルはナイルに役立つ女たちを残してくれた。ナイルにとってコンドルは使えるネタだ。使えるネタ？どう利用するつもりだったんだ。決まってるだろ、ロス死刑との駆け引きに利用するんだ。駆け引きだと？コンドルの関係者をロス死刑は未だに一人も逮捕できていない。なぜだと思う。
コンドルの捜査にはロス市警の暗部が隠されているからだ。誰に指示をされたんだ。それは言えない。ミラン、もう分かってるんだ。何が分かってるって言うんだ。あんたに指示をしていたのはナイルだ。え、図星だろう。ディラン、あんた一体どこまで知ってるんだ。あんたはナイルに指示されて、それであの脅迫状を脅迫の手紙を書いた。あんたの仕事はこのアパートの住人を監視することと手紙を送りつけることか。そうだ、俺の仕事はあのアパートのあの女たちを監視することだ。あの女たちっていうとパトリス夫人も含まれるのかな。そんなこと聞かなくてももう分かってるんだろ。言えよ。それはマリーとあのパトリスのおばさんだよ。特にあのおばさんは自分の部屋に何か隠してる。パトリス夫人が部屋に何か隠してるのか。ああ間違いない、監視していれば分かる。怪しいと思ったんだよこいつ。アイドさん、ついにあんたに俺の正体見破られちまったな。話し方だいぶ変わったな。ああ、いつから気がついてた。あんたと話をするようになった時から怪しいやつだと思ってた。みんな笑うな。ははは。たった一週間か。あんたと話なんかしなければよかった。そうすれば最後までこのアパートで水道工事やってる少し変わり者のディランでいられたのに。でもバレてしまったなら仕方ない。まあちょうどいい、引き上げ時だ。待てよ、これからどうするつもりだ。組織に報告するだけだ。このアパートで今起きていることを。カイル・ハイドという男がナイルの邪魔をしようとしていると。なんだと。ナイルが怖いか。俺の正体を見破るってことはナイルに睨まれることになるくらい覚悟してるんだろ。もちろんそうじゃなければ立ち退きが決まったアパートで危ない奴らと絡んであんたみたいな奴の正体を暴いたりはしない。ほう、いい度胸だ。その腹の座り方、セールスマンにしておくにはもったいない。よくそう言われる。いい度胸をしているから潜入捜査でナイルに見入られた同僚を撃つこともできた。刑事を辞めた今もその根性だけは抜けずに好き勝手していてね。ディラン、俺はあんたみたいな組織の下っ端のやつまともに付き合ったことがない。え？だからちょっと聞かせてくれないか。俺なんかに正体を見破られたことを組織に話してあんた大丈夫なのか。あんた何が言いたいんだ。